ネームトゥーポンプスさんからです。トゥーポンプスさん、白いものといえばカルピスです。おはあ、今のコマーシャル面白いね。今やってるどういうのカルピスの。あーちゃん見たことない。見たことない、うん、じゃあ言わないでこう。え、楽しみにしとくの。説明がしにくいわかった。今から100年前の1919年、大正8年にモンゴルの参入を参考にして開発された日本で最初の乳酸菌飲料です、うん、そうなんだよね。大正8年、うん、まあ、モンゴルからあのヤギの乳でね、乳酸菌つうかの飲料を日本に持ち込んだっていうね、はあはあ、発売されたカルピスは原液では非常に高濃度で、うん、そのままの飲料には不向きでした、うん、これはその濃さから常温保存しても腐敗しにくい性質があったからと言われています、うん、私が子供の頃はお中元といえばカルピスセットでした。わかる。昔はね、わかる。使い物に使ったよな。冷蔵庫が普及したことでそのままで飲めるタイプが販売されるようになりましたが、うん、濃さを好みで調整できる原液タイプも販売され続けています。私はかき氷に原液をたっぷりかけて食べるのが大好きです。ミートゥーです。一番好きなかき氷の食べ方です。わかる、わかる。カルピスとカルピスを作るときにできるカルピスバターは、うん、館林市にある工場で生産されていて、カルピス未来のミュージアムとして予約をすれば見学することができます、ただし現在は新型コロナウイルスのため見学することができないのが断然残念です、うん、あのカルピスが群馬で生産されていることは意外と知られていないようです。そうですよ、古戦場、館林市にあるんですよ。あっち方面ね。そうなんですよ。ねえ、知らなかった。そう、じゃあ白といえばカルピスということでね、コロナが収束したらぜひカルピスミュージアム行っていただきたいなと思います。はい、では時間です。はい、また。